さあ、というわけで今回はですね、はい、ちょっとお絵描き対決をしたいなと思います。まあ、どっちが画力が高いか、はい、今後絵の仕事も来るかもしれないので、はいはい、難しいお題とかも来るかもしれないけども、まあその辺は、リンク用品でやっていきましょう。はい、はい、サッカーのシュートいってみる。じゃあ自分がキーパーだとして、そうそうそう、向こうの人がこう蹴ったっていうのか。そうね、あ、それ行こうよ。ボールもじゃあ今まさに来るっていう、ここにキーパーからの目線やろ。あ、いいか。ほんで、関さんが行きましょう。わからん。ドライブシュートで、じゃあキーパーに向かって裏へドライブシュート。うわっ、うまっ。足をこう、うわ、すごいね。今蹴るぞっていう、あ、こう高らかに上げてバーンって、うまい、上げたところで、あ、蹴る瞬間ね。そういった意味とは繋がってるかもしれない。あれ、嘘、この後、うん、くらえドライブシュートだー。ドライ…あ、ちょっと待って、ちょっと何がどうなってる。何かできてよ。くらえドライブシュートだー。気持ち悪い。どうなったの、マジでどうなったの。こっちのサッカーボールがもろバーンってこっちに来てるの。これは何、ま、どうなったのこれ。足じゃん、この振り上げた足が今バーンってなった。蹴ったってこと。蹴った蹴った。じゃあ顔が向こうはおかしいじゃない。どういうこと。顔はこっち向いてないと、うん、分かる、うん、あなたがやってる動きはこうやって蹴ってるの。あ、桃黒。違う違う違う正解を…じゃないの。桃黒じゃないの。こうじゃないの。違うの。水泳は水泳。水泳、うん、水泳、うん、水の中半分と、うん、浮いてる半分、よ、真横から見てる。うわー、すっげー難しいこと言うな。そう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 。いや、うん、すげえわ。あー、見えるわ。いやー、分かる分かる。行き過ぎの、うん、めちゃくちゃこれあれだわ。ほら、すごい、もうカメラがもう画面認証してるもん今。ああ、顔本当認証してる、すげえ。俺もクロールだわ。ああ、じゃあ一緒。全く一緒だわ、うん、俺もクロールだ。やってやってやって。怖い。いや、怖いって何よ。やばいじゃん。いや、怖い、クロール、クロール。お前これサイコパステストじゃなくてよかったな。どういうこと。出れないぜこの施設。お前の方がピカソみたいな、かっこいいじゃん。よくあるじゃん、あのピカソ晩年こっち描いてましたみたいな。ゲルニカ。そう、昔これ描けたんですよっていう。腕、どっから生えてきてる。腕はだって、うん、あ、体と一緒なのか。いや、どう、これ、あなたの場合はさ、うん、オプションでここについてるじゃん、一本。中古車じゃないんだからさ。なんかでも水に入ってく様子は出てる、すごく。あ、まあ、わかるよ。うん、だから、そう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 。いや、こう、でも、それそれそれ実際にやってもらうから、帰って布団の上で。ちょっと笑ってるしね、やっぱ調子いいんだと思う。いや、そういうこと、ケケケケケケっていう。その細かいプールだから目が真っ赤になってるとかはいいんだよ。いやいや、これあれだよ、んそれゴーグルだよ。怖っ。怖い。これ目真っ赤じゃない、ゴーグルだよこれ。さあ、そして、うん、なんと我々大好きなビビッタナミやります。はいはい、宣伝大使にならせていただきました。このビビッタナミさんがですね、最近バチとのコラボやってるんですよ。そう、始まったんだよね。そう、僕らバキ大好きだし、うんうんうん、でそのコラボということで、せっかくなんでバキの絵描いてみませんか。あー、バキのキャラクターね。そう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 、ちょっとやってみるか。じゃあやりましょう。はい、ハンマーバキ。あー、主人公ね。あれ、ちょっとこれはダメだ。ほんと、すっごい難しいわ。あれ、あの席がついに陥落。ガードポジションでやろうと思ったら、うんうん、指加えちゃったんだよ。チャミチーノ、寂しいね。ね、史上最強の寂しがり屋ができちゃった。でも俺はなんかその感じ出てるよ。ちょっとお願いします、うん、こんな感じですよね。怖い。なんで怖い、毎回な、なんで寝てないの、このバッグ。クマじゃないのよ。ねえ、違う違う違う、いや、クマじゃん、クマじゃない。あと、これってさ、うん、楽しい時にやるから。この横のさ、え、出荷マンっていうのはさ、躍動感じゃないの。マルちゃんとかが、うん、わ、桃江ちゃんだってこういうやつだから。これ違うよね、これ楽しい時の。おじいちゃん、眼鏡上にかけますよ。そうそう、これ描くとこういうイメージだから。こう揺れてるってイメージだから。次はオロチドッポで。うわー、難しい。武神手刀で瓶をスポンとこう、うわ、切った瞬間ですね。はい、全く同じよ、私。あら、すごい、やっぱオロチドッポといえばね、これですか。手刀で瓶を割るシーン、完全に俺の上でしょ。やば。いや、ドッポちゃんかっこいい、かっきいいじゃん。武神流、武神流。武勇伝、武勇伝だから、それ。大きく漏らしてない。ひょりー。どう、どう、クマみたいな。逆漫画じゃないのよ。いや、ちょっと引き分けかな、これでもな。もういい、俺の負けで。これが終われるんだったら、俺の負けでいい。あ、ギブ、ギブ。ああ、そっかそっか。でも今回バキコラボですか、うん、うんうんうん、ちょっとゲームやってみましょう。バッコラやってみようか。やろう。そう、ビビッドアミーさんとね、バキがコラボしてるんですよ。さあ、というわけで僕たち大好きなバキと、はい、ビビッドアミーさんがコラボするということで手を組みました。早速プレイしてみましょうか。いろいろね、うんうん、
コラボということで楽しい企画盛りだくさんなんですよ、はいはい、すごいね、うん、まさかバキとコラボするとはね。そう、まずこの右上にね、うん、これ出てくんのよ。こうやってもう開くとすぐ出るのよ。あれ使いようがいいね。いいでしょ。はい、大々大祭開幕。結構すでに俺も何個アイテム買ってんだけど、ね、はいはいはい、はい、うん、この文字をもう見ずに大々大祭ってパッて読めるってのはこれすごいね、うん、まあ見ずにっつってるけど、まあ見てはいるけどね。振り仮名なしでよ。ああ、そういうことね。もう大々大祭。そうね。ただこれ調べたら間違ってる可能性ありますからそうね、うんうん、で、まあバキの家、こちら、ほら。ああ、こんなんも原作めちゃめちゃ悪口書いてるでしょ。きたね、バキの家の周り、うん、文字すげえ。そう、小説ぐらい書いてあるんだよね。めちゃめちゃ書いてありますよ、バキの家には。そう、行く途中のその壁とか、はいはいはい、地面にも全部書いてあるから。普通は区役所が出てけって言うけどねこれね、やっぱ恐れ多い2人が住んでるから。そっかそっか。で、これとかね、うんうんうん、森場とかね、いますし。あー、ほんとだ、うん、すげー、バキだ。すごいでしょ、バキの世界だ。ガイアは、ガイアはね、今回ちょっとね、ご遠慮させていただきました。あー、そうなの。多分地面にいろいろこう、隠れてみないか。ヤシャザルは、そうね、ちょっと洞窟の方にいてね、小杖、うんうんうん、はいるやつ言ってくんね。あんまいないじゃん、ヤシャザル、ヤシャザル、や、言いにくいな。ヤシャザルが苦手だな。ヤシャザル。うん。そうね、うんうん、オロチドッポとかいるから。あー、ドッポいるのね。うんうんうん、いいね。まあ、こんな風にね、いろいろなキャラクターと、まあ、結構主要だね。主要キャラとコラボしてるね。あー、でもいいね。英雄いるでしょ。え、何ができるの？これスキン。この、もう、絵自体を変えることができるの。ほら。あ、本当だ。そう。いや、揃ってるね。好きなのをしてもらえれば、はい、全体像を出るから、はいはいはい、あー、来た。うわー、すげー。一番最初のオリバー押すかね。肩書き書くぐらい地上最自由そうなんだ、肩書き出てくから勝手にアンチェインね。そうね、うん、あー、日本一の喧嘩師。へー、あー、いいね。ゆらゆら揺れてるとこいいでしょ。はい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 、うんうん、あー、これが使えるのね。そうなんですよ。あー、なるほど、うん、いいコラボですね、これはね。そう、あと何ができるの。あとね、うん、あとね、もうね、あれ変えれるよ。基地を、うん、もうバキの家に変えれんのよ。それは基地としてはランクダウンなんじゃないの。さっきあったやつあるでしょ、でっかい基地だったのに。これ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 、これが木造平屋建てに変わるの。そうなのよ。ランクダウンじゃないの。アップ、相当強いやつだから、はい、これを一番下の方、これバキの家でしょ、うん、これに変えれるの。あ、出た、バキの家だ。これに変えれるの、見て。あ、変えれんだ。戻ってみて、これこれいや、ほら、家があるけど。そう、でこセリフとかも出てくるの、バキって書いてるでしょ。ほんとだ、バキって書いてる。いや、おならみたいなことしたけど文字出てんじゃん。そうなのよ、これ中のセリフ書いてるから。開始名とか、うんうん、試合してとか私は一向にカモンとか。もうちょっと雪の上に出してくれればよかったのに。すんごい今文字が見づらいところ。葉っぱの上に書いてる。いや、そうなのよ、文字隠すなら森の中みたいになってるから。あ、隠れちゃってるね。そうだね。皆さんぜひ、はいはいはい、白いところの上にこの文字を見てください一番の目玉ですよ。はいはい、一番の目玉ね、うんうん、進軍スキンってのがあって。あるね、進軍を、もともとはこう車と、はいはいはい、まあ、人で行くんだけれども、要するに敵地のところに向かうそのキャラクターってことね。そう、陸戦部隊普段使ってるのね俺、うんうん、それを、はい、今回なんとですね、ドイルを背負った烈海王というスキンがありまして、はいはいはい、これ攻撃するでしょ、はい、そうすると今までは車とか歩兵が行ってたんだけど、ほらここ行った、ドイルを背負っている烈海王。あ、烈海王行った、早っ、水の上、あ、水の上走ってるこっちの方が病院が近いから原作と一緒なのよ、後で目撃者に見られるっていうねめちゃくちゃ強いじゃん。そう、もう手足見えないでしょ、早すぎて。ほんとだ。そう、いや、元気な烈火曜が見れて嬉しいよ、俺は。そうなのよ、後半ちょっと元気出す。あ、で、ビクトリーで帰ってくる。あー、強い。そう、で、また帰りも背負ってるから。いや、邪魔だね。帰り、なんで背負うよ。帰りも背負うか。置いてけよ、帰り。ちょ、これ帰るっていうことだけど、うん、じゃあ、これやっぱ課金しないと手に入らないってこと。いやいや、デイリーミッションを攻略すれば手に入りますからね。それで大丈夫なんですね。そうそう、大丈夫なんですよ。今これ、コラボはいいね。そうなんですよ、うんうん、いつもと違ったビビットアーミーを楽しめてね。うん、これが頻繁に開催されてるのはすごい豪華ですね。確かに豪華ですね、うん、でね、なんとね、世界ボス
ってあるでしょ、はいはい、あれはね、なんと半間裕次郎が出てくるのよ。あーすごいね。特に俺たちはバキ好きだから、こう好きな作品とコラボできるってのがテンション上がるでしょ。まあそうだね、うん、ちなみにね、次回のコラボも決まってまして、はい、何だと思います？あーってことはメイキャッパーかな。いやメイ、もう板垣先生に寄りすぎよ。待ってる、なんと、はい、北斗の拳です。わー豪華、めちゃめちゃ豪華でしょ。北斗の拳のコラボはね、3月の11日から24日までですね。あーなるほど、はい、じゃあ3月は北斗の拳で楽しみたいと思います。お楽しみください、はい。